皆さんこんにちは。今日は風船の口巻きを使ったブレスレットを作ります。材料は細長い風船の口巻きをたくさん、丸ゴム22-23センチ、洗濯バサミです。それでは早速作っていきましょう。丸ゴムの先に洗濯バサミを留めます。洗濯バサミを下にして丸ゴムを持ちます。口巻きを丸ゴムに通します。次々に口巻きを丸ゴムに通していきます。15-16センチくらいまで来たら、丸ゴムの両脇を持って洗濯バサミを外します。丸ゴムを縛ります。ブレスレットの大きさは丸ゴムに通す口巻きの量で調節してくださいね。はみ出ている丸ゴムをハサミで切ります。出来上がりです。色違いも作ってみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画でまたお会いしましょうね。